はいどうもティーチャーです。今回はね、ついに来ましたね、白黒無常ガチャ電動ですね。こちら来ましたね。ということでね、こちらですね、今回もね、言ってた通りルーレット式のやつですね。ということでね、こちらガチャ今回引いていきたいと思います。で、今回のこの白黒無常のモチーフなんですけど、まあ、今回ね結構独特なデザインだと思うんですけど、まあ、全体的に、まあ、今回モチーフが中国風のダークファンタジースタイルで、白黒無常と両祭司の妖怪のスタイルが融合してるみたいですね。まあ、ということで一応ね、アイテム見ていきましょう。まあ、今回の一番大当たりがこのデュアルですね。うん、めちゃくちゃかっこいいですね。で、この銃器は古戦をモチーフとしてデザインされていて、覚醒させると専属展示機能がね、ついてるみたいです。まあ、こちらいろいろ見ていきましょうか。まあ、エフェクトだったりですね。基本形態とかなんか撃破すると音が変わるのかな。こんな感じで音が出るんですね。かっこいい。で、撃破のキルログはこんな感じ。で、撃破ボイスですね。うん、結構なんか壮大な音が鳴ってますね。で、物資箱。物資箱がね、2種類ありますね。赤と青。で、エフェクトは今回こんな感じ。エフェクトも今回2種類ありますね。うん、めちゃくちゃかっこいい。で、キルカウンターと、で、これが射撃エフェクトとかね、ヒットエフェクトですね。まあ、そんな感じかな。はい、そんな感じですね。タイトルにもあるんですけど、白黒無常が何かっていうと、中国民間信仰における一種の死神だそうですね。まあね、詳しいのはね、ここに書いておきます。こんな感じのね、意味合いです。で、ガチャラインナップね、見ていきましょう。当たりがデュアルで、他がね、金枠が6個ありますね。これデザインめっちゃかっこいいね。クーペと衣装が2つでしたね。はい、これと、こっちですね。はいはいはい。はい。で、これは飛行服ですね。で、これは銃器チップですね。これも当たるみたいです。めっちゃ確率高いね。っていうのと、武器がもう一個、89式が入ってます。これめっちゃかっこよくない？超かっこいいね、デザイン。エフェクトこんな感じ。超かっこいいね。で、オレンジもちらほら入ってますね。うん、パラシュートとかもありますね。まあ、中身はそんな感じかな。はい、ということで、ガチャのラインナップとしては、まあそんな感じですかね。今回のガチャが、まあなんか死神とかいうね、感じがモチーフにされてるんで、今回ちょっと怪談話でもね、僕のとびっきり怖い怪談話でもしながら、ガチャ引いていきたいと思います。まあ、ガチャ引いてくんですけど、今ね、チャージセンターお得なんで、チャージセンターでチャージしてからやっていきたいと思います。で、画面チャージセンターになりましたね。まずはね、自分の ID とかをここに打つ感じですね。これで自分のアカウントにログインできました。で、チャージセンター使った方がね、ゲーム内のチャージより多くのポイントがね、獲得できるんで、まあね、こっちでチャージした方がお得になりますね。まあ今だと、これ期間限定で、これセールやってますね。このめちゃくちゃ安く手に入るやつと、あとこの電動パックもねありますね。これも買った方がお得ですね。ということで早速こちらチャージしていきたいと思います。はい、ということでね、チャージセンターで簡単にチャージできました。ということでね、ガチャ引いていきたいと思います。よし、ということでね、僕の怖いとびっきりの怪談話もあるんでね、こちらも話しながら引いていきましょう。まあ狙いは今回ね、もちろんこのデュアルですね。デュアルを当てに行きたいところなんですけどね。まあ、神引きできたらいいかなと思います。はい、ということで、初週がね、8回で引けるんでね、めちゃくちゃお得なんで、引いていきましょう。まあ、形式としては、ガチャ引いて、この真ん中に入ればいいのかな？真ん中に行くと、この上のどれかに当たるって感じですね。じゃあ、ということで、ガチャ引いていきたいと思います。それでは、レッツラゴー！早速10連目。レッツゴー！はい、ということでね、まあ、とびっきりの怖い話でもしながら、やっていきたいと思います。全然当たり入んないな。お、入るか？あー、入んないですね。はい、ということでね、怖い話なんですけど、皆さんお化け屋敷とかって行ったことありますかね？僕もね、ちょっと、まあ、ちょっとちっちゃい頃に行ったぐらいなんですけど、まあ、お化け屋敷入るじゃないですか。まあ、お化けっていうものはね、まあ、脅かしてくるわけですよ。お化けのね、まあ、お化けの方というか、なんというか。お化けの方脅かしてくるんですけど、僕、なぜかね、お化けにスルーされて、あ、入った入った入った。なんか入ったな。よし。入ったぞ。いいぞ。当たれ当たれ。当たれ当たれ。さあ何が出る？音？ああ、衣装か。衣装ですね。はい。まあ結構いいんじゃない？ 30 連で衣装当たったんだったら、結構早い方かな。どうですか？まあ当たりっちゃ当たりですけど。はい。とりあえず衣装ゲットしましたね。僕ね、お化けにスルーされたんですよ。脅かしてくるはずのお化けにスルーされるっていうね。もう逆に寒気がするわって感じで、
はい、そんな感じで、まあ、どんどん引いていきましょう。まあ、皆さんのね、怖い怪談話もあったら、ぜひ教えてください。僕はあんまね、心霊体験とかないんですよね。全然霊感がないんで、全くあれなんですけど。お、どうだ？お、いいんじゃない？当たりだ。いきなりいいね。10連目で入りました。さあ、これは来てくれ。もうデュアル当たっていいよ。さあ、来い。あー、これ武器か。武器ですね。はい。武器もまあまあいいね。これはかっこいいですね。まあ、このガチャね、いかに早くゲットできるかなんですよね。はい、8旧式ゲットしました。よし。ということで、どんどん行きましょう。今が、40連で金枠2個だね。まあまあいい方かな。はい、行きましょう。レッツゴー。そう。あんまりね、心霊体験とかしたことないんで、まあぜひ心霊体験したことある人はコメント欄に書いてください。さあ、この辺で当たりを引きたい。さあ、来い。さあ、来てくれ。頼むで。はい。あー、渋いな。この辺渋いね。一応、50連で必ず1回金には入る感じだね。行きましょう。はい。さあ、来てくれ。頼むぜ。さあ、入ってくれ。これ、爆死。これは鬼爆死ですね。行きましょう。はい。まあ、そろそろ入るかな。入ってください。え、入んないの？マジかよ。運がなくなってきたな。まずいです。行きます。はい。これは1個確実に入るね。あ、これ確定だね。はい、確定です。さあ、3つ目。3つ目で何が出るかな？さあ。飛行服か。飛行服ですね。あれ、でも、残り、結構少ないよね、もう。はい、ゲットしました。1,2,3、あと4つでしょ。どうかな、どこまで行けるかだね。行きましょう。さあ、来い。さあ、入ってくれ。あー、入んないな。全然入んない。こっからが闇説あるね。行きます。はい。入ってくれ。頼む。あー、入んないか。闇だな。入んねえな、なかなか。はいよ。頼む。入ってくれ。お、あー、真ん中のそれか。はい。じゃあこれ受け取って引いとこうか。はい、一応これ受け取れるからもう引いちゃうか。じゃあこれでラスト10連しようかな。いきます。あ、でも次でもうこれ確定だね。もう一回確定でいくんで、もう一回金はいきますね。いきます。さあ来い。2枚抜きとかしたいんだけどね。これ確定ですね。はい、どれが来るか。さあ来い。どれが来る？さあ、どれが来る？さあ来い。あー、おー、そっちか。まさかのそっちか。はい。衣装ですね。衣装ゲットしました。まあ、今回はね、ここまでにしとこうかなと思います。このデュアル、めちゃくちゃかっこいいんで、この覚醒とかもね、あったりして。かっこよ。これめちゃくちゃかっこいいな。かっこいい。めっちゃかっこいい。次回、撮れたら撮ろうと思います。皆さんもよかったら撮ってみてください。ということで、ありがとうございました。